帰れないかって言って、そういうことは大変ですよね。同じだよね。だから見たら、マドラス学校の距離が遠いから、対応の関係で相対性理論があったので、私たちの中では、向こうのマドラスから来た、大和民族になってしまうと、こんな感じになってしまうわけね。どうかしたのかなという。で、帰れなくなったから仕方なくて、もう気にしてる。って言っちゃったら、なんか格好悪すぎるでしょ。そうだけど、実は、インカとかね、アンデスとかの文明と一緒、マヤとかもそうだけど、要するに、最高位につけて、処刑してあげてて、太陽に捧げたら、ご自身の太陽、ご自身のマトラスが、こうやったら帰れますかってこと。多分帰れてる。今、どうなんだ、そうなんだ、帰れます。だからキリストの処刑もキリストもだから本当こんな人物で殺したら帰りますか、ね、ところがどっちが本当のマトロシカ、本来どのマトロシカもこんなに顔の人間ちゃうかっていう説が出てきて、どうなんでしょう、このマトロシカうちのマトロシカやけど、じゃあお前の顔のが変なんやって、結構こうなれとか言って、でこの顔の人物も処刑されてる、うちもそんなのに処刑制度ちょっと乱用が始まったな、太陽の意見を見せる乱用が始まったかなって思って、なおけいつもでも処刑太陽の意見に